私たちは日本国憲法ができてですね、基本的人権が非常に整って、まあいわば言論の自由から表現の自由からですね、個人の職業選択の自由、教育を受ける権利、いろんなものが定まってですね、不当にこの貶められたりですね、制限されたことのない、平和で豊かな自由な日本という中に住んでるつもりなんですが、実はそうではないと、非常に危機に瀕してるんだと、いうことを、このシリーズで整理していきたいと思うわけですね。第1回は、裁判所があるのに 99.6% 以上が有罪であると、これについては、昨日ですね、メールでさらにご指摘がありまして、司法の中のいろいろな仕組み、もっと詳しく見ると、もっとその組織的にですね、例えば警察と公安の関係とかいうものも含めて考えると、もともとその人の心、つまり裁判官の心がですね、出生ばっかに注目して、人権を守ってくれないというばかりでなくですね、もっと組織的な問題があるということで、よく教えていただきました。今それを勉強しておりますが、とにかく有罪率 99.6% ではですね、全然もう裁判所がないも同然だと。裁判所がなければ人権が守られてるはずがありませんよね。それから証拠主義っていうのがあってですね、とにかく私なんかも、裁判所で鑑定しますとね、検事側はその有罪になる証拠だけ出して無罪になる証拠を握っているのに出さないと、こういうことでですね、日本の裁判は国民を有罪にするために作られている裁判だってことになるわけですね。それを弁護士会が何も文句言わないで変な死刑廃止反対みたいな、死刑廃止ばっか唱えててですね、国民の権利の方を守ろうとか全然思ってないっていう問題をしてきました。今度は危機に瀕する日本人の人権で、裁判からちょっと離れて、訂正放送のないテレビ、メディアによってですね、人権が著しく損傷されるっていうのは、一番最近ではやっぱりスタップ事件でしょうね。佐村豪智氏の事件もそうでしたけども、あれは本人がちょっといかがしいことしてたということで、本人にも咎があるわけですが、スタップ事件の場合はですね、おぼかつさんという一人の女性はですね、30歳で、その上に何人も上司がいて、無給研究員だと、その人がちょっと若い女性だからって目立ったからっつって、叩きに叩いたわけですね。今でも本当にスタップルームあったのとかいう話ありますけど、そういう話ではなくてですね、やっぱりあの研究っていうのは誰がやったのと、誰が責任者だったのかと、責任者はもちろんおぼかつさんじゃないですよね。それから利権が発表させたんです。利権は特許も出してるわけですよ。論文はおぼかつさんにも権利ありますが、特許っていうのは利権が全部権利持つわけですからね、組織です、発明者ですから。そういうことを全部無視して、単にいじめとしてのおぼかつさんをやっつけた。そして笹井さんっていう上司の人も自殺した。で、NHK は知らん顔してる。これ NHK ばかりじゃないですよ。毎日新聞の、女性の記者なんかもそうでしたし、いろんな人がこれに関与したわけですね。で、ところがそれがある程度経って目が覚めてみると、今では心の中ではですね、ちょっとあれはひどいけどやりすぎたなと、しかもその本当のところがまだよくわからないなと、特にスタップ論文、スタップ細胞があるかどうかと、おぼかたさんの全責任にするっていうのは全然違いますからね。例えば仮にあれがですね、スタップ細胞っていうのが一つの陰謀だったとしても、陰謀の首謀者は利権ですよ、当たり前ですけど。それから利権の上層部、山梨大学の教授になった変な人もいましたしね、そういう人たちが一体中心だったわけですよ。だからせめてですね、テレビとか新聞はですね、スタップ細胞で、あの時閣下して間違ってですね、大勝さん個人を批判したとしてもですよ、それはもう本当に興味本位で批判したんですからね、その後やっぱり訂正放送をしなきゃいけないと思うんですよ。同じように訂正放送、これはサリン事件の河野さんっていう犯人に、テレビで犯人に仕立てられた人もがですね、そういう話があったわけですけども、その以後ですね、いろんなデマ、もしくは個人の中傷、それから本当のことであってもですね、そんなに大きくテレビで騒ぎ立てるほどではないというようなこともですね、
実はテレビで一回取り上げられて叩かれると、もうその人は人生を失ってしまうというほどの打撃を受けるわけですね。これについてテレビ局の人は、まあ、私がいつも最近言うように平均給与が1650万も取って、これ部長の平均じゃないんですよ、そのテレビ局の全員の平均が1650万も取って、そして人を集中的に陥れて、あと知らん顔してる、これで人権が保たれてるんですかね。まあ上層部の人たちを言えば、テレビの中でもですね、この前ニュース女子というところであった考えられない人権無視がありましたね。それは沖縄のデモ、暴力的なデモを放送した時に、長谷川さんというその東京新聞の論説副主幹がそこに存在したと、そこに座ってたということで、放送したのは東京の MX テレビ、製造したのは製造会、ビデオテレ番組製造会社、そこに呼ばれて出席したのが私もそうですが、まあ、いろんな人がいて、そこに長谷川さんという東京新聞論説員がいた。それでそこに全然関係なく井上さんという人が ルポをやった、沖縄の暴力的デモのルポをやった。確かにデモは暴力的でありですね、まあ、いろんな被害が出てたわけですよ。それについて、まあ、長谷川さんが言ったのはひどいですねとかですね、暴力を振るってますねとかいう相槌は打ちましたよ、僕いましたけど、それだけなのですよ。長谷川さんってのは東京新聞に所属してるんですよ、そこには出演者として出ただけなんですよ。そしたら東京新聞が翌日か、まあ1週間1ヶ月ぐらい経ったか知らないけども、一面の新聞の一面のと左のトップにですね、その東京新聞を大きく反省すると、長谷川っていうのが東京新聞の人間であったことを恥ずかしく思うと、深く反省するっていう記事を出すんですよ。全国の新聞ですからね、まあ、東京新聞といえどもメジャーな新聞ですから。その新聞がですね、一人の人を新聞市場で集中的に攻撃して、そこで然るべき処置を取るっつったら、その後長谷川さんは論説副主幹から平野論説委員に降格になりましたよ。そして長谷川さんが持っているコラムがありまして、そこにその事情について長谷川さんの方からの意見を書いたら、それ掲載してくれないんですよ、東京新聞は。一体どうなってんですかね、これ。こんな巨大な人権問題っていうのが今マスコミ界では起こってるわけですよね。つまりもうマスコミ、今そんなことあります？例えばですね、私が中部大学に所属するんですけど、どっかの、研究会に出たと。で、研究会に出たらなんかひどい発表があったと。その発表について私がこう質疑、いろいろ質問したりしたと。そしたら中部大学がですね、あんなひどい研究会に出て、そこに武田が出席したのが実に恥ずかしいことだと。痛烈に反省するっつって私を助教授に落とすなんて、そんなことやってたらですね、人権守れないじゃないですか。人権っつうのはその発言の権利があり、出席の権利があり、別にそれは会社としてのその名誉を傷つけた、いや長谷川さん全然東京新聞の名誉を傷つけてないですよ。長谷川さんが指導したんじゃないんだから、他の人が言ったことですからね。ほんで、まあ、確かにテレビ見たら、ビデオ見たらもう暴力を振るってんですよ、デモ隊がガンガン。何にも抵抗しない30から35ぐらいの若い男性をですね、まあ、頭こずいたりなんかしてるわけですよ。それを見てひどいなとか言うのはこれ当たり前のことで、それを東京新聞という全く関係ないとこが個人のその降格させちゃうんですからね。こういったテレビの訂正放送しないテレビとか、それから全く常識に外れるようなことをテレビ、しかも天下の新聞にね、デカデカと出されたらかなわないですよ。全く人権無視してでしょ。しかし私こう思いますね、これ2回目になるんですが、日本人の人権の2回目になるんですけど、これだけ人権が無視されてても、まだまだテレビも新聞も長谷川さんを守れってやらないんですからね。逆に長谷川さんを非難してる新聞も出てくるようなんですよ。だからもう危機に瀕する日本人の人権というよりか、むしろもう日本人には人権がないと基本的人権がないっていう感じですよね。それ基本的な人権が
そのほとんどないような状態になった人に対して世間は知らない顔をしてると、まあ、これがまた訂正放送をしないテレビとそれを認める日本社会と、まあ、いうことになるんでしょうね。これはだって我々ひどい目に遭うでしょうね、後になったら。